現在夜の10時20分。まさかね、出る台はとことん出るの谷村仁志理論はあってそうです。特に最近の台は はい、おはようございます。ジャイロ技研のジャイロでございます。さあ、2日連続淀川区付近をブラブラしてるんですけども、ちょっとね、ダンジョンに潜りたくなりまして、今日打たせていただく騎士はダンジョンに〇〇を求めるのは間違っているのか、何度も返り討ちにあっております。寝台実践の時以外一度も当たっていないやつを今日はひねり潰してやりたいと思います。僕の股間にラグナロクがありますので、あ、一般の方はせいぜい鋼の剣です。あそこの君もね、見てる君も鋼の剣、わかります？鋼の剣も言い過ぎじゃない、棍棒かな、せいぜい。あ、でもギガンテスが持つとものすごく強くて、あいつの痛恨の刺激でボコられた方もたくさんいると思いますので、棍棒も棍棒で強い武器ですね。はい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 、はい、とフォローが終わったところで、ここなんだよな、実戦開始までドキドキしました。というわけで、ファイヤーボルト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 。はい、おはようございます。さあ、本日はもうあのか、あー、ここ取りやすいところだ、よかった、よし、取れました。今日はこいつって決めてたんでね、ここんとこの調子の良さならついにダンジョンに〇〇を求められると思ったんですよさあ、打っていきましょう。誰でもいいんだけど、だいたいリリルカがデフォで設定されてるんですよ。なんか今日デフォでヘステアだったんで、ヘステアで出玉求めた結果、今通算7万円の人なんで、てめえこの野郎金返せ。で、先読み圧でやっていきます。今のところ実は初当たり1回しか引いたことないんで、あ、2回か、こいつを脱がしたのが1回と、他レバブル先読みからの1回当たりだけ。で、先読み圧にしてるんで、やっぱり先読み待ちになりますから、多分これを脱がすやつは先読みなしで当たると思うんだけど、ユニコーンとかと一緒で、おそらく先読みなしからの当たりはあまり期待できないんじゃないかな、このカスタマイズだと。で、319分の1で何度かお話してるんですけど、メーカーさんね、この一応ラッシュ突入 100% ってなってるけど、名目上ラッシュなだけで、確率アップしてるラッシュは 75%、 確率がそのままの見た目ラッシュ、中身通常が 25% あります。それを全部ラッシュって言い方するしたり、まあ過去にもね、継続率を間違っちゃいないけどよく見せようとしたりっていうのはメーカーさんしょっちゅうやるんですけど、多分パチンカスバカだと思ってるんでしょうが、ちょっと調べりゃすぐ分かるねことを盛るのはやめた方がいいっすよ。うん、大好きな劇場版マドカーマギカも持ってるってか、ちょっと間違ってるからね。あれ継続率 82% トータルとか書いてあるでしょ、あれ嘘、間違ってるから、あれは嘘ですよ。何度も言うように初回はほぼ 75% しかないんですよ、マドカーマギカ継続率って。突破させる、もしくはラッシュに入って右で1回当ててからの継続率だったら おおよそ間違ってないんですが、電柱で1回も当ててない時は 75% しかないんで、あれは殺傷ということで、俺がうまく頭回るやつでうまいこと訴えることができたら、マジで回収させることも可能ですから気をつけてください。あと戦後5度目6とかもね、10ラウンド割合 75% ってなってるけど、それは小当たり時なだけで、直撃あたり引くと2ラウンドがあるから、継続率にはその2ラウンドあたりも混ぜてるくせに、出玉ありのは 75% が10ラウンドってね、なんか多分下にちっちゃく数字が揃った時の目みたいな書いてあるんだろうけど、いい加減やめた方がいい、マジで。そこはこの機種よろしくないところ。はい、またいきなりね、批判から入るんですけど、でも本当やめた方がいいってのは、例えばめちゃくちゃこれ美味しいぜって言われて、その料理が実はクソまずかったら超ショックじゃん。え、じゃあ聞いてたのと違うんやけどみたいな、印象が悪くなるからやめましょうマジで。ね、あとこの台なんですけども、こけたこけた言われるんですが、使い方次第で化けると思います。ただパーソナルの店だとこいつの良さを活かせないかなって。
結局これってハイスペック機なので出玉力は相当なものがあって、出玉性能で言ったら一発台って言われるタカスとかワイルドロデオと同じ出玉性能あるんですよね。だから1回の平均出玉はすごく多いんですけど、その分投資もかさむんでめちゃくちゃドル箱の山になるけど、粘ってもらえたらね、でうわめっちゃ出てるって思わせながらも実はお店大して赤字じゃない、むしろ黒字ですよっていう状況を生みやすいだ。なんだこれパーソナルだとね、結局何発出てるかとか見えにくいから扱いにくいなって思うとこありますね。演出そのものもそんなつまんなくはないんですよね。あとどうしてもボーダーラインが低いんでクルーもあるんですが、保留が溜まってない状態だと消化がものすごく悪くなります。1回転あたりのめっちゃ時間かかるんですよね。断末しゃぶ漬け戦略をやんなきゃいけないのに、まずい牛丼ばっか出してるからお客数がつかないんだよね。あ、ファイヤーボルト、ファイヤーボルト、ファイヤーボルト、しょべえなおい、ファイヤーボルト、まあ、全然期待してないんで、あやばいやばい。でさ、一番奥の金の女の子に言ってもすっげえしょぼくてびっくりした。俺大当たり濃厚かと思っちゃった。ねえ、まあ、チャンスアップとかテロップの変化もあるけど気にしないでください。このバリスモードに行くとそれなりにでもダメだろうな。で発展でこの後もこのイルミだけだとバトルリーチドーンって押してきたら熱いリーチに行きます。ただこのバトルリーチもそれなりに当たりを占めてるので結局ここまでの流れですね。でさらにキャラリーチから発展してもこのバトルリーチ前半後半の概念があります。だからキャラリーチから発展、バトルリーチからさらに後半に発展って発展が2段階やる。でここで外れます。でもう煽った時点でタイトルの色は分かって、今青で煽ったからもう出てこなくていいよと思ったんですけど出てきましたね。発展率めちゃくちゃ高いです。神の恩恵チャンス。ステータスさレベル1のままじゃないの。もしかダーマの神殿でさ毎回遊び人に転職してんだろこいつ。ちなみに遊び人はレベル20にすると転職したら賢者になれます。はい、では今回満を持してダンジョンに出会いを求めるのが間違っているのかを打っていきたいと思います。まずこちらのスペックなんですが319分の1。あたりだった場合も含めてねの出玉が6000個と、これは破格の数字で、これを叩き出すのは一発台と呼ばれる高須だったり、うおあれもしかしてこれか、これそういえば俺か圧にしてねえよな。あれ先読み圧だと激圧なんですよこれね。ちょっとまあスペックそのまま説明していくと、まあ高須やワイルドドルドの同じぐらいの出玉力を誇ってるのですっげえ出まーす。でレバブル来た、めっちゃ期待してる。あ俺今途中カスタマイズいじったからそれかな。ついにお前刺さんのやっぱね。ポールさんね、もっとここに入れて。でこれ魔導書ストックで、これがアリアのヒステリアモードみたいなものです。ボタンを何度も押していろいろストックしたりしていくモードです。剣姫モードかなってのがあってもそれがいいです。でこのアイコンは弱いです。まだまだ足りない。これでギリギリ未完ですからね。これですよ今んとこ微妙だけど、レバブルがある。うわおい頼むよ頼むよ。紫よりまあもう当たったと思うんだけど、あついに来たついに来た、この楽しみやっぱ楽しんでこいつもっと回して。なんて昨日まで7万ノーヒットなんですよ僕こいつ。それでもまだ押してて、大丈夫だよな。テロップ赤だしまだストックもあるし。ちなみに今何が起きてるか実はよく分かってますよ。ホリオアップ、あかわいいかわいい、あっ銀色銀色、ゴールド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 、ゴールデンフリーザ様がやってまいりました。要はスーパーサイヤ人ブルーと同等の強さを誇るゴールデンフリーザ保留。ファイヤーボルト、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 今のはファイヤーボルトではないファイヤーだみたいな。いや
あ、してこの女が大事、フレイヤか。このゾーンに入るのはものすごく大事です。これとどめですね。バトルリーチでもこのフレイヤゾーンに入ることがあるはず。だからリーチはあの女来い、女来い、女来いっつって、もうこれが外れたら俺は本当に困る。刺したよ。バカーン。でこれ電柱で当たったので振り分けが優遇されてますね。4ラウンドだ。5割で通常、5割で確変。やべえ、どうだこれ。467通常規制、通常規制。セクがなんか弱そう。一応ラッシュには入りますけど、時短か確変か分かりません。お願いお願い、確変であって、確変じゃなくても引き戻して。で内部が確変状態だった場合は赤系の演出から当たれば確変期待度が激高で、金系が出たら確変をいただきマンモスと。あれレインボーだった今。何レインボーだった今。あ、なんだよ、なんかレインボーっぽくなかった。押すよヘスティア。ファイヤーボルト、ファイヤーボルト、ファイヤーボルト。ここで白状しておくと、最初の200回転ぐらいずっと暴言、業界に対しての暴言を吐いてまして、めちゃ反省してここまでカットしてもらって、で打ち始めた手でやったらいきなり当たりまして、はい、皆さんも気をつけるね、暴言よくないよ。で10ラウンドあたりの場合は最初からハイパーで確変って分かってるケースと、冒険者ボーナスの10ラウンドがあるんですけど、冒険者ボーナスの10ラウンドは通常の可能性が結構高いと思ってます。でこれも確変で分かってるのでハマっても問題なし。でこの台は電柱の先におまけ入賞口がないので止め打ちもしていた方がいいです。電柱が閉じたら4発ぐらい、ある程度大雑把でいいです。消化が早いんで割とデジタル止まりがちにはなるんですけど、減ってしまうので、まあ慣れてきたら電柱が閉まる1秒ぐらい前に打ち始めて5発、まあ感覚ですね、感覚ですねって言ってマジんだけど、慣れてくる。うおやだ。レバブルも熱々、さらに次も確変、あちらの確変ゲットだって。いやだからコインはいらないって、イルミの赤とかが欲しいの、おちんぽミルク欲しいの。ダメだって、だからやめなさい。リリウンタラやめろよマジで、テンパりそう。行かなくていいよ、やめてやめて。赤タイトルじゃないし多分行かねえよな。お前脱ぐなよ、俺はお前の水着見たくねえんだ。今は今ちょっと賢者タイムだからやめてやめて、俺今まだ今女の体見たくないの、今賢者タイムだから。よかった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 。まだダメ、まだ俺今おちんちん立ってないから。なんかピクってしたね君、何復活でもすんの。おいリーチ後告知どうした、あれこれ確変だよな、あれレバブルしたよ、7あたりの後でレバブルあたりは確変だよね。え、なんでお前なんで告知しねえの、あれこれ確変じゃないの、なんか告知しねえんだけどこいつ。え、そうだよね、俺間違った解説した。いや青穂じゃダメか、うわ緑、あこれ赤いルミでいいのかな、どうなんだろう、これはどうなんだ、赤いルミでいいのか、あれここら辺で脱ぐはず、あ脱がねえんだ、あ脱いだ、やっぱ確変ではあったのか、あれ赤いルミって捉えて方いいんかな。これで10ラウンドついたらちょっと怖いんだよな、あ10ついちゃった、やべえ。10ラウンドで確変だった場合は最初からハイパーなことがあるんで、これちょっとやばい、ヘスティアにしねえとわかんねえんだけど。ああ当たった、確変だったんかな、あ4ラウンドだ、お疲れ様だよね。ギャラいくらかな、押してみろ。で改めてスペックを、319の確変突入率継続率ともに 75%、これ先読みで入った一応、これで先読み圧モードだと6割ぐらいあるんだけど、先読みで入ってないなら意味ねえのかな。当該変動なんだよね、継続先読み圧の待ちの一つなんですよね。これは間違ってねえよな、頼むよ、行くやろ。よし、これは本当に熱いっぽいな、しっかりと。当該変動ではいきなり入ることもあるんだ、先読みとして待ってたらもっといいのくれ。魔導書ストック、多分次変化、保留変化、紫保留か魔導書ストック、違う、そんなのいらない。お前バカにしてんのか、バカにしてんのか、紫
わからんな、今んとこ弱いね。激アツ OK、 激アツ出たよ。レバブルはなかったけど、ちょっと頼ます頼ます頼ます。ただね、このアイコンが弱いんだよな。 OK、 赤大で変化、赤まで行け、攻めて金行け、ギリギリか。おい変われよ。あとフレイヤーだかなんだかって、あの女、あと女、おいやべえぞこれ。激アツは出たけどちょっと怖え。違う、そこじゃない、やばい、これはやらかしたくさい。いや外れだと思う。あ、内容が弱すぎる。激アツは出たけど、パカリやった。何がレガラスタイムだ、リラックスできるバーガー。まあ昨日に引き続き今日もすごい。でも言うまでもなくこのコースはガッツリね、新大のストリートファイタールパンバキガッツリですね。やっぱ近江ブラックが最近すげえ調子いいんだよね。あと桜か、ここちょっとチェックしてみるといいの。はい、ダンマチよーく見とけよ。ダンマチが悪いんじゃないぞ、使い方が悪いんだぞっていう証明になってますね。レールがもうほんと常にイニディもいつも座ってるんだよな。信頼度と扱いなんでしょうね、パチンコ台って。バジリスクもずっと高稼働。他のねバラエティのアマンもバッチリお客さん座ってます。このバラエティも十分、アーマーも7割稼働ぐらい、今日もバッチリお客さん座ってます。ちょっと神バランスでやってみようかな。先読み圧だとしんどいかもしれない。この台これでマイナス7000発で4万8000円分で、ああ14ぐらいですね。でも多分どの台も13から15ぐらいだと思うんですけど、これでみんなやめていかないですよ。それぐらい他のホールさんでダンマチ回らないんですね。だからこそ本当にこの台でお客さんつけた方がいいと思うんですよ。ユニコーン21に回すよりこいつ14、15で回した方がボーダーグラインぐらいで満席になってくれるんだから、ユニコーンで言ったら18回したら満席だよって状況が今ダンマチに起きてるんですよね。視聴者の方ともさっき喫煙所でお会いしましたけど、15ぐらいですね、でも十分です。これぐらい回るダンマチもないですから。ちなみに15回ると結構期待値はあります。マイジャグラです、設定23使えって言ってるようなもんですからね。今僕が言ってるの6使えって言ってないんだから半落ちじゃダメなんだよな。あれ、これはならちょっとチャンスか。多分ここまで落下してたら当たりだったかな、こっち行ったら。多分最終形濃厚予告からこれ行ったら鬼圧なんじゃないかなって想定してる。4までは行くと思う。お前帰ろよヘスティア保留を。ここは超えると思いますね。だからこれがバトルリーチ前半濃厚演出だったらここまで行くと、で多分かなわないと。俺今年一心臓止まった今。あれカメラの前じゃなく本当素で声が出た。ちょうど今ジャスト4万円目でした。よかった、冒険者ボーナスへそあたりですね。あい、やったやった、お前やりたかったんだよ。この2人どっちも通常ばっか食らってて、俺やっと2回目の初当たりです。今佐々木のチって声が聞こえて超気持ちいい。今多分ふざけんなっつって編集してるはず。あー気持ちいい。おお、発展すれば上下気圧だって。発展して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 、はい、この保留だよね多分。テンパレテンパレ佐々木テンパレの佐々木の握手が聞こえてくるよ。ちょっと待って、緑保留、赤保留になれ、青がない。おい大丈夫かこれ、青系で当たったらやばい、よくない、やばい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 、タイトルも変わんねん、やばい、赤くなんねん、やべえ、佐々木が今こんなことやってる、佐々木がこんなことやってる。あれでもあれ金だよこれ、あれこれなら当たれば確定じゃないの、金だよなこれ。英雄といえば僕、英雄の一撃、これは確定でしょう、勝ちだ。うわびっくりした、おお赤だ、やった金だ、やったー、これホゼロに、あうわやべ、えこれ当たるんだ、うわやべ、復活あるの、あるんですか、
よどみがある、僕の心にもよどみがあった。あ、だだ、緊急事態発生で、ねじ込んだ1個の保留でなんか来た。いわゆる電サップ時短終わって戻さずに1個ねじ込んだやつ、これで当たったら超ラッキーなんだけど、当たる気がしな。あれ、レバー流れ、こういうことがあるんですよ。これ125回転目なんですね。で、時短が終わった後1回転の期待値が高いからギリギリまで粘る。ただ引けました。当たっちゃった。またと外れたらどうしよう。じゃーん、5だったらいい。またと、あ、金だ、やった。うわ、やべ、え、なんであれで復活すんの。じゃーん、復活した。うおー、清めは出たけど、あ、まあ当たるよね。いったろ、そっちかい。あれ、金、あ、すいません、こっちが当たっちゃいました。入った先読み圧で、ただ一応先読み圧で入ったら 60% ぐらいあるらしいんですけど、なんかね 60% あると思えないんだよね。で、この献金モード、献金メモードは多分スーパーリーチ発展状況ならリアリスモード行って、そうじゃなければノーマルリーチハズレもありますね。で、この連、あ、これでスーパーの、これなら止まるかな。止まんねえのかよ。これがようわからんのよ。先読み圧なんだよ今、間違いなく。先読みで入らなかったからダメなのかな。おお、今変動開始時ですね。先読みではない。あ、先読みだ。あ、これで答え出た。あ、やっぱこの変動なんだ。じゃあまあこれはもう熱いですね。やっぱまだ出るかお前。実際もう A 足りてんだけど、やっぱ今のパチンコって出た台はもう即やめじゃなくちょっと追ってもいいと思う。大きいんだね。え、この勝ち確の時のパチンコってめちゃくちゃ楽しいんで、その時1000発2000発ぐらいね、ちょっと遊んでいいと思いますよ。まあまあさすがに当たってると思うけど、さっき相丸くんが似たようなパターンから選ばれはなかったけどね。元気モード入って魔導書はストック1だったんだけど、魔導書ストック1って激アツ殺しなのかな。もう1個ストック OK、 もしかしたらストックが1個だったからかな。赤い背景、これいいな、紫で、さっきが激アツ、これが 53% ってところかね。え、こうなったんでエピソードっていうかストーリーというか、彼女というか奥さんというか、そっちのルートに行きますね。孫ちゃんはさっき金保留にうんたらゾーン、女のゾーン入って外れてました。やった、ひどかった。やった。で、エピソードはタイトルの赤が基本だそうです。これで金になったら激アツ、赤はデフォト。赤まで、嘘、緑なの。テロップ赤変化、これはいいですね。つうかこれだけ熱い流れで緑カットインって逆に怪しいな。普通三強さんって熱い流れは熱いの持ってくるんですよ。赤保留変化もよし。で、これはおそらく保留変化かうんたらゾーンのどっちかだと思います。ここら辺で動かなければまだ逃避まで引っ張る可能性があるんで、もう動かない方がいい。当たってるとは信じたいけど、あ、フレイヤーゾーンだ。で、これプラス金保留で外れてたから怖い。ただレバブルもあるし大丈夫だと思うけど、隣であんなの見たらさ、まさかてめえこれでも小当たりあるんじゃねえかっていう恐怖を感じる。おし、で、今回はへそあたりです。ここ通常だ。見ました、初めて出たかもこの回想疑似伝。やっぱ今の台って当たり偏るよな。レバブルは入ったけどどうだろうね。なんか
先読みが出せたはずなのに先読みなしでバブルしてるんですよね。これが気になるところですね。ちょっともしかしたらやらかしてるでバブルかもと思ってます。今のとこあと発展ルートも良くねえ気がするんだよな。あ、さっきキャラリーチ誰だったっけ。同じキャラが連続するといいって。あ、その前にキャラリーチかかってねえわ。直接後半っていうかバトルリーチ言ってた。同じキャラが連続すると大チャンスらしいです。ただあんま覚えていかなくてもいいと思います。役に立つことがない知識だと思いますよ。そのまま5にとも5で当たるかモード行け。そのまま当たれもしくはリアリス。大丈夫かこれ。本当にやらかしてんじゃねえの。やばいね。なんかやだな。タイトルは変わったか。先読み出せる状況で先読みなしでバブルどうかね。ユニコーンだったら嫌なパターンだよね。先読みが出せる状態で先読みがなくて当該変動でレバブル。ユニコーンだったら外れだろうなって思うレバブルパターンだけど、グン、これはいけるか。多分赤カット今ではいきます。流れが強いからテロップも変わってあとはフレイヤーゾーンが入ればいただけ。きた。これ本当にフレイヤーゾーンは当たりにかなり絡むんでチャンスアップの中で俺は一番大事だと思ってます。これは行くか小当たりどっち。 OK。 ちょっと怖かったですね。今回は電柱です。また4回。これで通常だったら4連続通常だぞ。いろいろおかしいよお前の方より。だからさっき時短で引き戻した時に通常あたりで、あ、時短引いて時短中に通常引いて抜け後に通常引いてまたこれ通常だったら4連続で 25% の通常250分の1ぐらいか。収束したとも言えるんだけどね。確変割合が、いや確変だよねきっと。来い。嘘だろほんま。今の台の偏りってほんと変だな。うわー頼むよ。うわうわキーホリーなのに行ったべや。あれ、あ、1か5だったらもっと良かった。核変期待度激高だから。やった当たり。お前おかしいだろほんと。なんだこの偏り。キーホリーは時短中でもラッシュってわけじゃないよな。当たりはいただけだと思います。キーホリーもさすがにこのルートも金ですね。これはレインボーの一発攻撃じゃ出たでハイパーと。ただ今内部で時短中だったので時短中だった場合は金掘りは大当たり濃厚なだけの模様ですね。確変中ならあの時点で確変もいただきだった。うおよっといただきまんもーす。はい、で6秒後にドーンでハイパーいただきです。あれこれどうなんだろう。これも確変じゃないか。一応青だったけどブーストの時は先読みありなら確変苦戦と思ってんだけどな。通常何回ってことは青フラッシュはブーストの時だと危ねえな。先読み出た時点でブーストの時は全部当たってるんでちょっと確保したいと思います。エロいよなぁ、ムチムチしてて。今ね、あれなんかの分かってるね。どうなの、今の。ちょっと解説してもらっていいですか。はい。ちょっと見ててもらっていいですか、サンマルさん。見ててもらっていいですか。おかしいよ、これやっぱ。いやね、200まで回させてもらおうなと思ったら、これもさ、ピラミッドと同じくなんかあんじゃないの。719までハマってるけど、で今まで今日まで7万ノーヒットだったけどこんなの1回もなかったのよ。やったら時短でさ落ちた保留で当たってんだよ。溢れてくるへそ。やっぱね皆さんねちょっと本当絶好調な日は即やめダメだわ。ゴミはもう足りてるから佐々木はもうなんでまだ粘ってんだよこの強力ジジイがって思ってるだろうけど、こういう時はハマるまでやるんで。まあもうレバブル来て先読みでレバブル入ってて金も出てるからどうあがいても当たってくれると思います。発展でも何でもね。発展だから多分これはバトルリーチの方かな。でまずタイトル変化に注目と変わんないか。でこれも前半後半の概念があります。まあ前半で外れることはもないでしょうけどレバブルとかがあって前半で外れたら救済で当たりだと思います。そんなパターンは作ってないと思いますけどね。もしあるとしたらここで外れることがもしあるんだったらいただきだと思いますけど、で後半に発展したら欲しいのがまずアビリティ赤以上テロップ赤は OK。 あとはこれは赤カット今では出ます。
強いから、緑カットインで割った方が面白いぐらいで、この上にも金があるみたいだけど基本的に出たことなくて、タイロップも金、あとこの後プレイヤーゾーンでとどめですね。まあこれなら入んなくても当たると思うけど、押してくれるよねボタン、これで小当たりになる、押してくれるよね小当たりだったら多分ソンマリさんも殺すよ。今1,2,3 通常癖な4ラウンドです。なんだしかしこの前のこの偏り、大丈夫ですか。大丈夫ですよ。はい、はい、おお確変でした。へそだったからね、へそは確変の割合高いし、4ラウンドだった場合で、図柄は3だと SP リーチ発展で信頼度が高くて、ちょっと待って今緑捕虜になってたな、やべえ、これがよろしくないパターン、多分バトル、バトルまだマシです。5点倍 OK、 5点倍は確変期待度高めです。でまず前半でイルミが入ることがあります。入らずかで、ここで弾けば枠が金になっていただきです。で後半ここでイルミが入ると2回とも入ったら高信頼度で、基本的に今これがデフォルトなので普通のボタンかと思われます。うわ外れようと、あ5点牌だからか。で外れた理由としては、当たれば確変が基本出てないのに5点牌したからですね。で5点牌も確変の期待度が高いだけで通常もありそうなので、今のはまあ外れた方が良かったリーチですね。で今のこれも青でリーチの場合も、内部で時短中だったらすまんね当たる気しねえとか思うんですけど、内部で確変の時に頼もしいのでこれも存在意義があると、青を当たらない代わりに安心感を与えてくれます。これも青保留で青セリフでセーフでしょ、ノーマルリーチで。でこうせざるを得なかった理由が、ゴールドラッシュ神で時短中と確変モード A ってやつなんですよ、おそらくの消化効率をある程度一定にして、内部で確変か時短かわからないようにするためにこういう風にしょぼいリーチがかかったりするようになってるかな。え、これは突当たドン、うわ7だ、やった。でブースト中は基本先読みが発生したら当たるんだと思います。青の先読みでもやべ、赤来い、やばいやばい、これはやばい。ただ先読みなしで当たった時よりはマシかもしれないけど、通常の可能性が出てます。4ラウンド4か。でブースト中は赤系の先読みが出た時点でもう確変いただき、金系も出た時点でハイパーですね、金系なら。だから青系は当たれば、先読みは当たれば確変、間違える、いや確変ってことはないです、たまたまです。さっき青の先読みで通常食らってるんで、ブースト中に今のはたまたまです。ゲッゲッ、ただこれ赤タイトルもあるんで、赤タイトルじゃない時点でセーフだとは思いたいけど、ちょっとイルミが緑だから怖いです。当たってるくせ、このリーチは赤系の先読みを絡ませないで当たる可能性があるんですよね、もしかしたらですけど。そうあってほしい。8ラウンドどっちだろうな。ここ来た、お、あ違うか、これ120回でいただけた、びっくりした。ナイスですね、120ハマってくれました。 ST 機だったら終わってるわけだし、これとっくにね。でも学園中は早いから、今も3倍ハマり超えて4倍ハマり向かってます。4倍もね、通常時ハマったら1200ハマりですよ。今の台だと5時間ぐらい当たらないんですよね。そんなに嫌なハマりが電サポ中に来てくれた、やべ赤さあ興味出た時点でやっぱ当たりですね。で緑先読みだったんでどうだろう、確変期待度高めか。6ラウンドか、225回転までハマってくれました。ドーン通常でした。あキャラリーチットタイトルが赤ならチャンスアップ、ただ保留も変わってないし先読みもないから弱いですね。うおやっぱごめん、これ乱数おかしいと思う。ちょっとね、時短中の着物地の偏りとかとんでもねえなって。なんだこれ、なんであれで当たんだ。ドン、うっしゃー、おー崖来た、これ確変です。161回転、ナイス。4ラウンド確変、あじゃあ4ラウンドでも当たれば確変混ぜることあるんだな。おお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 と思ったら復活した。うわやべ。
はい、当たりでかけです。さあ、これ当たっちゃうな。おお、当たった。大チャンス。あ、ハイパーです。あ、やった、金400回転だよ。7はもうテンパるはず。よっしゃ、うん、お疲れ様、頑張ったね。それでもまだ1回転ねじ込もうとする強欲ジジイがいますよ。あ、ねじ込めなかった。おいしょ。はい、お疲れ様です。現在夜の10時20分。まさかね、まさか、あの、出る台はとことん出るの谷村仁志理論は合ってそうです。特に最近の台はすんげー出ました。投資が結局ジャスト1万発、回収が76,019個。すげえ、とんでもなく出ました。今日ずっとフル稼働だったんですよね。かといってじゃあ17も18も回ったかっていうと、やっぱり甘い台なんでね、ちょっと回しちゃうと赤にはなっちゃうんですけども、視聴者さんの話聞いた時15、僕の台も14から15ぐらいで、そんまりが13支ぐらいかな。でもお互いもうこんだけ回ったらクソ楽しいよなって、ボーダーありゃいいよねぐらいに、まあ、13、4ぐらいあれば全然打てるね。はい、本当今どこもかしこも段待ち、飛び込みすら全然足りない状況で、あのへそへの飛び込みは実践中も話した通り、基本的に20個ほどないとマックスのお店でも遊べないんですよ。でも飛び込まないじゃない。もしこれを他のお店さんが聞いてたら、今段待ちどこのお店もぶっ飛ばしてる中、ここ朝から晩まで昨日も今日もフル稼働してたんですね。でユニコーンとか北斗ナインとかケージとかって、やっぱそれ、まあ、結構頑張らないとお客さんって今つけにくいと思うんですよ、弦とか。でも段待ちってそこそこ頑張るとこうなりやすいので、ほんと段待ち打ちてえけど打てる店がねえよって段待ち難民結構いますんで、ぜひともね頑張って営業してみてください。やっぱりお店の信頼と台の扱い方次第でどんな台でもお客さんは座るんだなということが再確認できた一日でした。今日だってストリートファイターとかも、それはもちろん信頼だからお客さんいるけど、筋肉マンも埋まってたし、窓か劇場版もしっかり座られてて、シンクも座られてて、もうほんと昨日も今日もね大盛況、ずっとフル稼働、お店の頑張りがあってここまで稼働が伸びたと思うのでね。で、段待ちの総括ですけども、実践中に話してるんですが、まずそんまりの激アツ外れから怖くなりました。なんで小当たりをつけるのかの理由がわからないんだよね。もしかしてなんかモードとかあるん、あの小当たり引いた後にモード変えたりとか、なんか内部にいくつかモードあるのかなって思っちゃったり勘ぐったりしますね。うん、小当たりをなんで外れリーチ、激アツだったり後半リーチ引いた時に小当たり引くとそういう演出を出すようになるか、そもそも小当たりを搭載する理由がちょっとわからないんでね。検定通すため、いや、でもだったら弦とかユニコーンにも小当たりついてておかしくないけど、ついてないしね。何なんだろうな。で、まず通常時の演出なんですが、基本的に王道ルートはもう変動開始からしっかり激圧が積み重なってって当たる、要はニューギンさんや三星さんの台のバランスに近いです。その王道ルートはそうなってて、他にあの楽曲リーチだと赤タイトルの楽曲リーチ、最終段階までいくとビッグチャンスってなるやつ、この楽曲リーチあと4段階超えると冒険者ボーナスで直当たりする、今日僕が出たリーチ、あとまれに水着や救済系リーチ、こっちで当たるときは先読みとかそんなに絡まないんですけど、あの王道ルートバトルリーチやエピソードリーチで当たるときはもう激アツ絡みじゃないと当たらない、0100台です。こっちはね、こっちの救済系は0100ではないので、トータルするとそれなりなバランスではありますが、一言で言うと0100かな、やっぱ。うん、で右打ち中なんですけども、結局どの大当たり、4ラウンド、6ラウンド、8ラウンド、10ラウンド、いずれの大当たりも当たれば確変演出が絡むのは分かってしまいました。ただ思ったほど当たれば確変演出が絡まなくても確変だったりするのがあるのがバランスうまいなというところですね。で、振り分け、10ラウンドの振り分け、大まかなのが見えてきました。まずおそらく10ラウンドのハイパーボーナス、これが 20% か 25%、 多分25かなと思うんだよね。20かな25かな。で10ラウンドの冒険者ボーナスの確変が同じく
こっちが 20% だったらこっちが 25%、 ハイパーボーナスが 25% だったら 20%、 こうなってると思います。で 5% が10ラウンド冒険者ボーナス通常大当たりなので、思った以上にあの冒険者ボーナス10ラウンドの確変が多かったので、前は冒険者ボーナスの10ラウンドはやばいって言ってましたけど、訂正させていただきます。申し訳ございません。おそらく今言った比率このどちらかだと思いますのでね、そこら辺も楽しんでいただければと思います。といったところで今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。さよなら。